そして最後飾ったシエダ、改めて、紹介をさせていただきますが、2年前に、震災の後、鉄道の方が浦賀越えにやってきて、震災を受けてなんかチャリティーのライブを開きたいんだと、協力お願いしますと、でいろいろ考えたんですが、日曜日にね、こっちを開放するから、その日にたくさんの人を呼べるかどうかもわからないし、週分けてやってもいいじゃないかというところから、なんとなくひらめいて毎週日曜日やったらどうかと、ということで今日100回までやったんですけどね、この、リレーライブの、発起人です。はい、もう熱い思いがずっと毎週続いて、今日の日を迎えたわけですが、ネバ鉄道ね、はい、はい、そしてベースは森下勝、そしてもうあいみね、もう本当にもう非常にいい演奏でしたが、いつものように最後には今日集まった義援金の本日の報告とこれまでの総計をいつものように根間哲夫が発表して、このリレーライブは終了させてもらいたいと思います。この集まった義援金はですね、いろいろこれから相談してある一定の方向は決まってはいるんですが、また日を改めて皆様にお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは最後に根間哲夫より本日の集計の結果を。はい、皆さん、リレーライブ100回目、来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、皆さんもご覧の皆さんも、そしてお客さんも本当にありがとうございました。はい、リレーライブ100回目、本日、集まりました義援金の方が7万2000円になります。きた、そして、100回目、はい、総計の方が182万1900円になります。ありがとうございます。はい、本当に1回目、そうですね、もう約2年前から、スタートしたこのリレーライブ、本当に1回目から今日100回目まで本当に本当にいろんな方、出演者の方やいろんなお客さんのお客さんだったり、またいつも本当にこの場所を提供してくださる画家小屋の皆さん、本当にこの100回まで本当に一人一人みんなみんなの力で、頑張ってやってきました。182万1900円、本当にこのお金というのはやっぱり皆さん一人一人仕事して稼いだお金、1000円、これを日曜日にみんな一人一人持ってきて、このリレーライブのために支払っていただいて、この、1000円、たかが1000円、その半分の500円が現金になるわけですけども、この500円というお金もですね、1回目から100回目までこう来ると、この182万、すごい大きいお金だと思います。本当に一人一人の力はもう本当にすごいものだと思います。自分一人シェーダー一つのバンドだけでは本当にこういうことも達成できなかったと思いますし、本当に周りに力を貸してくれた出演者の皆さん、そしてお客さんの皆さん、画家街の皆さん、みんなみんな全員でみんなで力を合わせて100回目まで本当にやってこれました。この182万1900円がですね、被災地の被災者の方々のね、復興にね、本当に額は大きな震災からしたら180万という額は本当に小さい額かもしれませんけども、この182万は本当に大きな力を持ってますので、復興にすごい役立つと思います。皆さん1回目から100回目まで本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんそうですね、
皆さんグラスを片手にお持ちください。本当に1回目から100回目まで本当に本当にありがとうございます。哲夫さん、お疲れよ。ありがとうございます。乾杯。